こんにちは、スイラボです。スイラボでは普段こんな感じの光るアクセサリーを作ってイベントなどで販売をしているんですけれども、この度4月から6月にかけて3ヶ月連続でイベント出展することが決まりました。4月は幕張メッセで開催されるニコニコ町会議内のマニアフェスタ、5月は東京ビッグサイトで開催されるデザインフェスタ、そして6月は名古屋で開催されるクリエイターズマーケットです。スイラボを始めて5年くらいになりますが、3ヶ月連続で出展するのは初めての経験です。なかなかやばいですね。スイラボがイベントに出るときには在庫を200とか300とか、イベントによっては500個とか持っていくので、今は制作に追われている感じです。私の担当は基板設計から部品の実装までになるので、こんな感じで基板を大量に作っています。この基板、以前は全て手ハンダで部品の実装を行っていたんですけれども、さすがに制作が追いつかないので、最近ではおうちリフローで基板を作っています。生基板を発注するときにこういうステンシルも作って、ペーストハンダを印刷してそこに部品を乗っけて、最後にホットプレートで加熱するっていうことで一気にハンダ付けをしています。ただしホットプレートを使ったリフローの場合は片面しかハンダ付けすることができません。トースターを使ったりちゃんとしたリフロー炉があれば両面のハンダ付けができるのですが、私は持っていないので、もう片面は基本的に手ハンダでハンダ付けをしています。スイラボでメインで作ってる基板は反対側は部品が1個しかないので、まだ楽ではあるんですけれども、それでも製作数が増えてくるとかなり大変なので、以前こういったものを買いました。シリンジに入ったハンダペーストをステッピングモーターを使って押し出すタイプのディスペンサーです。これは確かメキシコの方が個人で製作されているもので、なかなかよくできているんですけれども、自分の設定が悪かったのか、ハンダを塗布するときにキレが悪い感じでニュルニュルと出続けてしまうことが何度かありました。そんなこともあって使う頻度が少なくなってしまったんですけれども、やっぱりこういうディスペンサーがあると便利なんですよね。そこで今回こんなものを用意してみました。ミナトワークスのエアコンプレッサーCP-51 Pro です。こちらは去年の7月頃に購入していたんですが、なかなか開ける機会がなくて8ヶ月ほど経過してしまいました。今回大量に基板製作をする上で使いたくなったので、8ヶ月越しに開封していきたいと思います。それでは中身の確認をしていきます。最初に出てきたのは取っ手ですかね。あと説明書と、なんかよくわからないですが、部品が2つ、そして本体、箱の中身は以上みたいです。とりあえず説明書を見てセッティングしてみたいと思います。こちらは本体サイズが、横幅が 33.5cm、 高さが 36cm、 奥行きが 25.5cm となっています。重さは 9.7 キロです。タンクの容量は5リットルとなっています。5リットルだと用途によってはすぐにエアーがなくなってしまうと思うんですけれども、別売りのサブタンクを使うことでエアーの容量を上げることができるみたいです。とりあえず説明書を見ながら動かしてみたいと思います。先ほど説明書と同じ袋に入っていたのはエアフィルターみたいですね。まずはこれを取り付けていきます。本体背面に2箇所ついている赤いキャップを外して、ここにエアフィルターを取り付けるみたいです。続いてこちらにエアホースを取り付けていきます。今回はこちらのエアダスターを取り付けてみようと思います。あとはこちらにハンドルがあるんですけれども、使用中はここのハンドル部分が高温になることがあるみたいです。なのでこちらのサブハンドルを
取り付けて使うように書かれています。サブハンドルの固定は付属しているネジ4本で行っていきます。もともと付いているこちらの4本のネジを外して、そこにサブハンドルを取り付けるみたいです。こちらの SK11 のデュアルドライバーを使って外していきます。サブハンドルを取り付けました。これで使う準備はできたみたいです。ちなみにドレンコックは背面のタンクの下、ここのところにあります。とりあえず使う準備ができました。こちら見た目がハイガー産業のコンプレッサーとそっくりなんですけれども、 OEM 品なんですかね。調べてもそういった情報は出てきませんでした。とりあえず準備ができましたので電源をつないでみたいと思います。エアコンプレッサーは直接壁のコンセントから電源を取ることが望ましいとされているみたいです。延長コードを使うこともできるんですけれども、その場合は定格電流が15アンペア以上、長さが10メートル以下のコードを使ってくださいと書かれています。あまり長いコードを使うと電圧効果によりちゃんと動かない場合があるみたいです。電源ケーブルを挿したところ液晶パネルの表示がつきました。液晶パネルの表示と操作部分はこのようになっています。まず最初にこちらで使うモードの設定をします。ファストとサイレンスというモードがあります。静音モードか高速モードを選択するみたいです。こちらのランニングスピードが 99% と表示されているのが高速モードで、 50% と表示されているのが静音モードみたいです。今回は高速モードにしてみます。あとはこちらで電源を入れるとモーターが回り始めるみたいです。それ以外に矢印ボタンが2つありますけれども、こちらは圧力の設定に使うボタンになっています。それでは早速電源を入れてみたいと思います。エアコンプレッサー自体使うのが初めてなんで若干怖いです。それでは電源を入れていきます。電源オン。背面のコックが開いてたみたいですね。こちらを閉めてもう一度電源を入れてみます。電源オン。今は圧力の設定が 0.9MPa となっているんですけれども、高速モードだとだいたい20秒ぐらいでここの圧力まで上がりました。エアーを溜めてるときはなかなかな音がしますね。それではこちらのエアダスターを動かしてみようと思います。おお、なかなか圧力強いですね。おお、今はコンプレッサーに直接つないだ状態でエアダスター使ってますけれども、ちょっとこれだと圧力が強すぎるのでレギュレーターがあった方が良さそうですね。ちなみに今何回かエアダスターを動かしましたが 0.71MPa まで圧力が下がりました。こちらの圧力が 0.2MPa を下回るとモーターが再起動するみたいです。ちょっとそれまで動かしてみようと思います。0.2MPa まで下がるとじゃなくて、設定圧力より 0.2MPa 低くなるとモーターが再起動するということです。今の設定圧力が 0.9MPa なので 0.7MPa を下回るとモーターが再起動します。もう一度モーターを再起動させてみて、どのくらいの時間で 0.9MPa まで圧力が戻るか見てみようと思います。
今 0.65 メガパスカルから0.9メガパスカルに上がるまでだいたい10秒かからないぐらい、9秒ぐらいっていう感じでしたかね。使うエアツールにもよると思いますけれども、結構すぐに圧力が上がるみたいです。それでは一旦空気を抜いて、今度は静音モードで使ってみたいと思います。はい、空気が抜けたので静音モードにしてもう一度電源を入れてみます。電源オン。静音モードだとタンクが空の状態から 0.9 メガパスカルまで圧力を上げるのに40秒近くかかったでしょうか。まあやっぱり高速モードの倍ぐらいの時間がかかるみたいです。それではここからエアを使っていって、再起動した時に再度 0.9 メガパスカルまでエアを貯めるのにどのぐらい時間がかかるのか見てみます。0.63 メガパスカルから0.9メガパスカルまで貯めるのにだいたい15、6秒ですかね、かかったかと思います。静音モードの方が、まあ、音は若干静かかなとは思いますけれども、それでもなかなかな音がします。マンションに住んでる場合などは注意が必要そうです。動画が長くなりそうなので今回はここまでとしたいと思います。次回はこちらのエアコンプレッサーにディスペンサーをつないでハンダを塗布するところまでやってみたいと思います。このチャンネルでは 3D プリンターや電子工作関連の動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタンいただけるとモチベーションにつながります。またコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。